こんばんは、あいかです。今日はですね、ゲランのホリデーのアイテムを開封して初見メイクやっていきたいと思います。ゲランといえばね、アドベントカレンダーの開封動画をアップしたばかりなんですが、まだ見ていない方はね、ぜひぜひこちらもご覧いただけたらと思います。アドベントカレンダーがオンラインで先行発売があったので、その際に今回のホリデーの単体でね、出る限定アイテムの多分狙ってる人が多いのはこのあたりかなというものをひとまず先に押さえてみました。まあ、いつもね、お世話になっているカウンターとかもあるので、ちょっと他のものはカウンターで買おうかなと思っています。ということで、ちょっと今日ね、紹介するアイテムは数少ないんですけども、まあ、難易度が高いのでメイクどんな風にするかぜひ動画で見たいですっていう声が多かったので、今日はですね、皆さんと一緒に私も試行錯誤しながらホリデー限定パレットを使っていきたいと思います。色味が気になっていた方はぜひぜひ最後までチェックしていってください。それでは今日のメインアイテムから紹介していきましょう。ゲランオンブルジェ879番です。もうこれね、ケースも想像以上に可愛かった。パッケージがね、ゼブラ柄になっているのは有名かなと思うんですけど、この黒じゃない白のところ、私グレーっぽいのかなと思っていたんですけど、ここがね、多色ラメみたいになっているんですよ。もうめちゃめちゃ可愛い。なのでリップケース迷ってたんですが、リップケースはゼブラを買おうと思います。じゃあスウォッチはね、この後じっくりお見せしていきます。もう一つ購入したのが、もうめちゃくちゃ楽しみにしていた BU です。以前はゲランのホリデーといえば BU の限定っていうイメージだったんですけど、しばらく出てなかったんですよね。今回のが昔の BU のね、このデザインになっていて、しかも色が今年のちょっとアイコン的なグリーンのカラーですね。もうこれがすっごい綺麗だなと思って、これはもう絶対に買おうと思ってたんですよね。なのでちょっとこの2つだけ先にね、オンラインで購入しました。でリップはですね、アイパレットに負けないくらい結構濃いカラーが限定で出ているんですけど、ちょっとネットの画像を見ただけだと自分に似合いそうなカラーがないような気がして、これもまたカウンターで見てこようかなと思っています。で目元だけでもかなり難易度が高いので、今回は目元をね、試行錯誤しながら作って、リップは秋にね、いっぱいルージュジェが出ましたので、そちらからね、青色をピックアップしていこうと思います。それではゲランのホリデーのアイテムを使ったメイクスタート。アイカチャンネル、はい、今届いてすぐ撮影しているので、まずはですね、オンブルジェのスウォッチからチェックしていきましょう。私もだからね、まだ触ってないのよ。ちょっと撮ってみるね。宝石かなっていうきらめき、ちょっと手の甲に撮ってるから骨の凹凸であんまり綺麗な形には撮れてないけど、パープル以外が全てツヤツヤなんですけど、もうそれぞれの色が宝石みたいなんですよ。めっちゃくちゃ綺麗。まあ、難易度としては高いかなと思うんですけど、非常にゲランらしいカラーをね、セットしてくれてるなっていう感じですよね。もうね、惚れ惚れする。今日もね、なんかピアスも指輪もつけてますけど、最近結構アクセサリーをジャラジャラつけるのにハマっていて、自分の宝石ブームとリンクしている気がして、個人的にはめちゃめちゃ刺さりました。じゃあ早速こちら使ってメイクしていきましょう。じゃあどこから行こうかな。ゲランの公式のルックは結構パープル、グリーン、イエローがそれぞれしっかり主張するようなルックだったと思うんですよね。なんですが今回はもうちょっとだけ使いやすい感じでいきたいなと思っています。でここのイエローが私は難しいかなっていう気がするので、上2色はねしっかり使っていきます。多分グリーンとパープルでグラデーションにしたらすごく綺麗だと思うんですよね。ということで今回は濃い色からいきましょう。まずパープル、恐る恐る、こんな感じ。今日ちょっと天気がね、いまいちというか、太陽が雲から出たり入ったりで明るさがちょっと安定しないんですよね。でも自然光入れた方が部屋が明るいので調節しながらいきます。こんな感じ、思いっきりパープル。結構濃いのでグラデーションにするのが難しいんですが、丁寧に広げていきます。あ、でもなんか目が大きく見える。際にしっかり目にのせてあげて、丁寧に上に広げていく。ちょっとグラデーションがムラっぽくなるときはブレンディングブラシ使っちゃいましょう。こっちの方が手早いかな。ブレンディングブラシ持ってなくても、ちょっと毛先がふわっとしたブラシ、何も粉がついてない状態のものでこうやって軽くこすってあげるとちょっとぼかせるかなと思います。こんな感じ。そしたら同じブラシで次グリーン、ドキドキするんですけど、でもこのグリーンはねしっかり使いたい感じなんですよね。粉を取ったらこんな感じでトントントンと余分な粉を払って目尻あたりからちょっと重ねてみます。あ、でもさ、パープルに重ねてもしっかりグリーンの色が出てくれる。こんな感じ、いいんじゃない。ちょっとこれもうちょっと手前まで引っ張っちゃおう。
縦割りにしようかなと思ったんですけど、意外と色がそれぞれしっかり出てくれたので横割りにしてみました。でもパープルもそんなに縦幅出してないので、すごく狭い範囲、際部分でギュッと濃いカラーを使ってるような目元にしてみます。なるほどね、こういう発色ね。際にグリーンを入れるとこんな感じ。そしたらこちらのピンクベージュっぽいかな、これでまず下まぶたスススーっと。イエローを使おうかと思ったんですけど、ちょっと大事取りました。とりあえずこんな感じで入れてみます。そしたらイエローですね、頑張って使ってみます。これはポイント的にちょこっと使うのがいいかなと思うので目頭に入れていきます。ほら、この面積でもイエローを使ってるなっていうのがしっかりわかります。このカラーがでも入るとやっぱ宝石感あるよね。ゴールドの土台の部分、そこに残り3色の石とかね、これだったらパールとか、まあ、そういう宝石が散りばめられているっていうイメージかなと思います。でちょっとここだけくっきりのせてたんですけど、もうちょっと後ろまで引っ張ります。下まぶたがやっぱ少し薄い気がするので、パレットはこんな感じで使ってみました。でここにこの前買ったリキッドのブラックですね、これを際に引いていきます。やっぱこれだけ濃いカラーのパレットだったらアイラインもしっかり引いてあげた方がバランスがいい気がするんですよね。マスカラも本当は秋のコレクションで出たブラウンを使おうかと思ったんですけど、潔くブラックの方が良さそうかも。はい、そしたらマスカラのブラック根元からたっぷりと塗っていきます。はい、そしたらアイライン引いたので、もうちょっとアイシャドウ修正していきます。いつものこのちっちゃいブラシにグリーンを取って、アイラインを引いた際ですね、もう少し濃く重ねていきます。キュッキュッってのせるとグリーン味がしっかり出てくれますね。うん、ほら、より一層グリーン。ちょっと目尻はチコるかな、冒険して下まぶた目尻できるだけ使いやすくとか言ってたんですけど、やっぱこうやってどん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 ね、なんかいろいろ重ねたくなるんですよね。でここのカラーは死守したいので、セッティングパウダーとかをちっちゃいブラシに取って押さえる。一瞬白っぽくなるんですが色戻ってきます。下まぶたに使ったこのカラー、やっぱりもうちょっと使ってあげたいので、上まぶたグラデーションの終わりあたり、このあたりにちょっと重ねてみます。軽くね、目のこの凹凸感を出すイメージで理由使っていきます。ゲランの G マーク。次にリップですね。秋にねルージュジェいっぱい出たんですよ。この中から良さそうなカラーを合わせていこうかなと思います。ちょっとホリデーのルックとはねまた変わっちゃうんですが、なんかココアチックなこういう系のカラーを持ってきてみました。系統的にはこの真ん中のカラーがちょっと青っぽくて合うのかなっていう気がしますね。ラグジュアリアスベルベットの819番ですね、こちら使ってみます。でその前にリップライナーですね、スチロレーベルの44番使っていきます。これで口角綺麗に取っちゃいます。こっちはここがへこんでるのでオーバーリップ気味に。じゃあいきます。リップ仕上がりはこんな感じです。じゃあここにちょっとチークを今日は入れてないので、テラコッタルミナイザーの00番、これをチークを入れる場所にグリグリと入れてみます。カラーレスなんですけどツヤ感をねしっかり、 BU には全体のツヤを出してもらって、こういう部分的にちょっとゴージャスさを出したい箇所に重ねていきます。そうすると角度変えた時にね、乗せた場所に結構ツヤ感が出てくれています。はい、こんな感じでメイク仕上がりました。そしたら最後にですね、香水を合わせていこうと思います。で今回ね合わせたかったのがこちらです。アドベントカレンダーにも入っていたアンジェリーク・ノアールですね、こちら使っていきます。これね動画にもテロップ入れたんですけど、ウェットで変えた時は本当に苦さが前面に出てきて、まあ、同じ理由で私過去にこれ入ってた時も正直そんなに使ってなかったんですよ。なんですがこれ肌のせしたら全然香り立ちが違ってて、トップはね本当にあの苦い感じのグリーンの葉っぱをすりつぶしたような匂いがするんですが、この後にねバニラが出てきてくれるんですよね。で私は結構バニラがしっかり出やすい肌質というか体温なので、まあまあ早めにこのバニラが出てくるんですけど、そうするとこのアンジェリカの苦味とバニラがずっとこう並行して香るような感じで、なかなかこの組み合わせが出てくれる香水って他にないと思うんですよね。で完全に今ハマっています。
で、このアンジェリカの香りが結構力強いなと思って、今回のこのアイメイクにも負けないかなと思って、こちらをね合わせてみたかったので、今日は香水も合わせてみました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はゲランのホリデーのアイテムを使ってメイクしていきました。まあ、他にもねいろいろアイテム出てるんですけど、まあ、メインのアイテムというか気になってる人が多いアイテムはここかなと思ったので、ひとまずね先行で買って紹介してみました。またね追加のアイテム買ったらそれも混ぜてメイク動画上げてもいいかなと思っていますので、まあ、その時はねアイメイクもまた違った使い方で紹介できるかなと思います。まあ、少しでも参考になった方はぜひ高評価、それからデパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録者数10万人目指しておりますので、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。